はい、年を重ねる美顔を武器となるメイクアップロデューサーの翔子です。皆さんこんにちは。はい、今回は、はい、セザンヌさんの方で、はい、ね、新しいね新色が出てたので、はい、早速ね今日はねやっていこうかなと思います。プチプラの方でねいろいろ新しいものを買ってきたので、今日はねプチプラでメイクをしていきたいと思います。はい、ちょっと今日綺麗な感じのワンピース着てるんですけども、プチプラでもよそ行きのメイクができるのかっていうことでね、この50代でも大丈夫かっていうのを検証しつつ、はい、やっていきたいと思います。では早速行ってみよう。はい、まず前髪をちょっと止めていきます。スキンケア終わってる状態です。はい、日焼け止めまでね塗ってる状態です。クッションファンデーション、セザンヌの、自然のおくる系20、これ SPF50 と PA4 つって言って、前もね私はこのセザンヌさんの、はい、クッションファンデーション結構ねいいよって言って検証した覚えがあるんですけど、久々にまたやっていきたいと思いますね。しっかりね、まず自分のねクマの状態のところにしっかり置いていく。で、私あんまりこうねこの夏場になってくるとかで腕出したりするので、なるべくねクッションファンデーションって色あんまり選べないじゃないですか。なので一番暗めの色を選ぶようにしてます。そうするとちょっとシミだったりとかも隠しやすいし、クマもね隠しやすくなるので、この部分しっかりつけていきます。で、まずねこのここのね、わかりますかね、この頬の部分のね美の三角ゾーンっていうのをいつもねよくやってねって言ってるんですけど、ここもとにかくしっかり隠したいんですよはい、ここ焼けやすいし、でここ行ったり来たり行ったり来たりしてからちょっとずつね引き上げるように叩いていきます。もう口の周りを薄くていいんですよ。私たちの厚み出すのはここです、ここです、ここです、ここですはい、今ね日焼け止めでもすごくね綺麗に見えるものも多いので、しっかりここを塗ってから広げていくといいです。で、この残ってるのの目の周り、ちょっと額もね、で額もね足りないなと思ったらここの眉毛の上の部分ですね、上の部分にしっかり置いて伸ばしていく。このぐらいで、はい、綺麗ですよね。はい、キュッキュッで、本当にね1000円ぐらいで買えるクッションファンデーションで一番ナチュラルに一番綺麗につくと思います。うん、カバー力はねそこまですごくないのがまたいいですね。夏場ってあんまり厚ぼったくしとくと、ね、崩れた時に結構汚く崩れるものも多いので、で次に、はい、こちらです。生プニ一時期バズったでしょ。で、私の動画も出してきたんですけど、新色っていうことで、はい、こちらのセザンヌフェイスグローカラー02番、ローズグロー、こんな感じの色合いになってますね。もうこのねプニってした食感質感か、色が結構ナチュラルなねこう色で出ますよね。よいしょ。でハイライトにもなるね。これ混ぜても綺麗綺麗綺麗です。はい、でまずね、はい、頬を乗っけていくんですけども、にって笑った時に上がらなかったりするので、私たちの世代、なので、まあ、指の1本分下のくらい、ね、のところにちょっと色をのせておく。で結構ね発色があるので、指で苦手だったら、ね、このスポンジで軽く、でこの時スポンジ今乾いてる状態のものでちょっとね、はい、やっております。濡れてるものだと意外に取っちゃったりすることが多いので、色を見ていきます。で、ね、ちょっとねこういう風にこういう風に入れたいので、足りてないところ色を乗っけていきます。でそこから、ね、指拭いていただいて、ハイライトゾーン、ね、ちょっとこのね目のくすみがあるとすごく垂れ目に見えてしまうので、少しハイライトを少し囲むように、こう光を受けた時にちょっとね艶感が出ると綺麗かなと思います。でここは少しねこうやって徐々に
色入れてください。反対にシミが浮き出てきちゃう方はここをね少し濃いめにまず入れていきます。シミが少ない方はねさっきの入れ方でいいんですけど、シミが濃い方は色をちょっとねこうやって多めにしっかり入れておきます。ここから逆にあのねクッションファンデーションを上からね足していく。でこれ使っちゃうとまた洗わなきゃいけなくなってくるので、この伸ばしてるスポンジにつけてあげて、それでねここの周りをまず叩いていきます。全体的に叩くんじゃなくて周りを叩いていきます。でもう一回上からファンデーションを重ねてあげます。でそうするとシミも隠れるんだけども、あの色もねボーンって出てたのが馴染んできます。だからこう肌の色の中に、ね、血流があってっていう色が出てくるでしょ、赤く、ね、なのでこの1枚の膜を、重ねていくっていうやり方ですね。そうするとこういう自然な赤みが出ます。はい、そうするとあの苦手な人とかチーク入れるとねシミが出ちゃってっていう方はすごくやりやすいんじゃないかなと思います。そうすると自然なチークに、はい、なります。なりませんかなってるでしょ。はい、な感じで、いきます。クッションファンデーション、ツヤは出るんだけどもそんなにね粉振らなくてもいいかなっていう形で、すぐ粉振ってしまうとせっかくのツヤ感がなくなるので、はい、こちらの方はキャンメイクですけども、ね、シークレットビューティーパウダーということで、まずちょっとね気になる額とかこの髪の毛の当たるところだけをちょっとパウダーしときます。ファンデーションで、ね、塗って少しね置いといて、で自分の必要なものだけをパウダー打っていくのが一番綺麗なので、私はねこの眉毛描くときとね当たるところを少し、つけときます。はい、そしたらねケイトの方のデザイニングアイブロウ、3D、こちらの方はレッドブラウン系のストロベリーレッドということで、本当にこれは限定だけど買っといた方がいいよねっていうことで、いつもの3色に色が入ってる感じ、良いものがたくさん出てるね。はい、ちょっと真ん中の色を足していきます。眉毛の下の部分をちょっと直線的に描いていきます。で眉頭に色を入れていきます。でこの時にねちょっとねピンク系の色もね混ぜてニュアンスの色を入れていきます。で私はこの角の部分がね足りないので、はい、ちょっと色を足しておきます。こちらも一緒、眉毛のね形のこう左右対称がすごく難しいっておっしゃる方は、鏡を見て綺麗に描けてるって思ったらこう写真撮るとね違うんですっていう方は、あの筋肉の使い方に癖があるんですね。なのでね前回のあの動画で出してたんですけども、あのちゃんとねこのよく揉んだりとかねエクササイズしてあげると、ね、またあの眉毛の描きやすく、それにあの写真写りも良くなってくるので、そこはねあのこうメイクでっていうんじゃなくて顔の、ね、筋肉の整え方をねちょっと覚えていただくといいかなと思います。これ本当に顔の歪みってすごい時間かかるんですよ。なので、ね、メイクでちょっと左右対称がねなかなかなんか気になる気になるって思う方がいらっしゃったら、マッサージとかねエクササイズとかを入れてね徐々に一緒に綺麗になっていきましょう。私も顔はねやっぱり、ね、本当に歪んだりとかね足組むだけでも歪むって言われてるのでね気をつけてます。はい、今、アイブロウ第一ブラウン、LL、シグネーチャーフィットマスカラを使いました。でアイシャドウこちらもね買ってきたんですよ。えい、はい、ベージュトーンアイシャドウということで、ゼロコーバーの色、ライラックベージュ、ちょっと紫が入っております。
なんか可愛い色ですよね。はい、まだ使ってないのでどんな感じなのかね、入れていきます。まずベージュのベージュトーンですね。ベージュトーン、まずベージュトーン、はい、入れてあげてね、ちょっと広めの、広めに動いていきますね。あ、でもすごくベースが明るくなります。はい、でそこから、はい、ちょっとこれマットですね。マットのこっちがパールってなるか、マットです。マットの色を少しね、二重の幅ぐらいの指行ったり来たり動かしていきます。はい、動かしました。はい、そしたらここからじゃチップ使っていきます。一番濃いちょっとボルドー系の色かな、ちょっと茶系のね、ボルドー系の色になりますね。この真ん中、黒目の一番のね、真ん中が少し太くなるようにちょっと今入れておきました。はい、でね、こちらの方ちょっと筆で少しアイライン風にちょっと入れてみます。で下のラインですね。でこの黒目の真ん中あたりまでちょっとずつ広げていきます。はい、こんな感じです。うん、ね、でせっかくこの大きな、ね、この紫のパール、ね、私たちもねこう広く入れちゃうとシワっぽく見えちゃう時があるから、このね、大きいラメだなと思うときはこう縦にトン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 って入れてみてください。でちょっと大丈夫そうだなと思ったら少しだけ横に入れてあげます。はい、おー、なんかねキラキラしてる。でちょっとだけ少し置いていくように、こうトントントンですね。これ大きくやっちゃうとね、ギラギラしちゃうとねシワがシワに入り込んでるとゴミ入ってるみたいになっちゃうので、この際ギリギリに入れていきます。でそうするとちょっとねうるうるした目になる。はい、どうですか、かわいいね。私これでもすごくね、私は結構好きなんですけど、もうちょっとねお出かけっていうことなので、このキャンメイクのねクリーミータッチエライナー03番の色をちょっと、あ、もうなくなっちゃうな。はい、すぐなくなっちゃうね。そう、ちょっとめくって、私たちね結構あの奥舞台の方だったりとかこうひっくり返ってきちゃうんですね。でまつげとまつげの間に色が入ってないと空間ができちゃったりとか、なんかね粘膜が見えて白っぽく見える人がいるので、トン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 とね中から描いてあげると表には出てないんですが目がはっきり見えます。キュンキュン、はい、あ、でもめちゃくちゃ使えそうですよ皆さん。はい、この夏場すごいいいのかも。よいしょ、発色は本当に今はプチブラさん本当に綺麗なのですごい使えます。気をつけていかないといけないのはやっぱりね持ちだったりとか密着度っていうのはやっぱりね値段の差っていうのは出てきます。でもね本当に今は綺麗、本当にね綺麗につくからね、私はいいかなと思います。はい、でこれが
新しくね買ったビューティーアップマスカラ、サンセットオレンジ、ほらすごい綺麗な色でしょ。でこれはもう本当に高発色って書いてあったので、どのぐらい発色するかなと思ったら本当に高発色。はい、ね、根元からで結構ね繊維があるので、丁寧につけていると今まつげがめっちゃ伸びてます。はい、夏にすっごい合いそうな感じじゃないです。そうそう、私は本当にね夏場このマスカラね、大人は本当マスカラで遊ぶべきと思っていて、つけまつげもね、あのマスカラつけてちょっと違う色にしてつけてみるっていうのもありだよね。これ繊維がすごいあるからまつげがすっごい伸びるね。ね、マスカラの方がアイメイクよりすごい自己主張してる感じ。でここから、はい、藤子さんの、ニュアンスラップティント愛の花束ピンク07番の色、これもね私結構気に入ってよく使ってます。自分のね唇の色に結構合ってきて、そう重ねるとどんどん色が出てくる。でティントなので結構ね落ちにくい。でも唯一困るのは藤子さんの色って見た目の色と全然違う色が出てくるので、皆さん買う時に困るんじゃないかなって思うぐらい、塗った人によって温度でもちょっと変わるのかな。結構ねいろんな方にねつけたりとか生徒さんにつけたりした時にすごくね色の発色が少し違ったりとか、なんか自分がつけた時の色の発色とちょっとね差がすごくあるなって思うのが藤子さんのね、はい、リップですけど、自分のねこう肌色にちょっとね近しい色に結構なってくれたりするから使いやすいんじゃないかなと思っています。はい、で触った時にちょっとね少しもうちょっと粉があったらいいかなと思うところだけを、鼻周りとかさっとつけてあげるといいんじゃないかな。はい、こんな感じに仕上がりました。はい、どうです、こんな感じ素敵になりませんか。私結構気に入ったんですけど、はい、どうでしょうか。はい、今回は新色はねセザンヌさんの方と、はい、こちらの方、マスカラは、新色でございます。はい、あとは食美チャンネルね前の動画でも使っていろいろ検証して良かったよっていうものを今回使ってますので、持ってる人も多いんじゃないかなと思います。はい、でも眉毛とかねは本当に持ってるもので全然対応できるのでね、いろいろやってみてください。で今回ね本当に全部プチプラで、はい、行った時にどうです、ちょっと離れてみても華やかに見えませんか。本当に流行色ってまずは、ね、私あまりねメイクをね得意じゃないんですとか、なんかこう似合わないかもしれないとか、まあ、特にこういうねライラックの色が入ってたりとかね、マスカラとかもちょっと変わったね色だなと思った時に、やっぱりねプチプラっていうのはやってみれる、お値段が安くて試してみれるっていうのが一番いいと思うんですよ。チープにしてもすごく上からねまたファンデーション重ねてるので自然な赤みになってません。でこれ粉だと結構パーンって出てきてしまうので、すごくねナチュラルな感じっていうよりは華やかになるんだけど、ここ今回こちらの方華やかにしているので肌は、チークでこの練りチークでこうなじませていく感じ、そうするだけでね、とっても今風な感じのね、肌に仕上げてくれることもできます。どうですか。はい、もしね、はい、こんな感じでしたけども、はい、皆さん気に入った色がありましたら、ぜひともね、試してみてください。
今回どっちにしろこちらの方もね、こちらの方も見た目の色より発色がいいなっていう私の感覚でした。はい、なのでこうちょっとねよく見ていただけるといいかなと思うんですけど、私の中では使いやすい、色なので、夏場本当にこれからの季節、秋口ぐらいまで全然すごい使えると思うので買ってはそうないかなと思います。で、このマスカラに関してはこれ秋でもいけそうな色合いなので、結構ねあと半年ぐらいは全然いけちゃう、と思いました。はい、なので皆さんね、自分の持ってるものとね組み合わせてどんどん綺麗になっていきましょう。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。はい、また気になるものがありましたらまたねコメント欄に、書いていていただいたら嬉しいですし、またね塗ってみてこうだったよとか使ってみてこうだったよとかいろいろ教えていただけるとモチベーション上がってきます。はい、なので皆さんよろしくお願いします。あ、そう、今回、はい、横浜の方で、ね、7月17日にリアルのイベントをやって、今回ねうちの協会でブースを出すことに決まったんですよ。はい、なのでブースでね皆さんがいらっしゃった時に皆さんの顔を見ることでより一層ね深いアドバイスができたりとか、結構ね LINE だったりとか私の顔に似合う夜はというと顔を見てないとなかなか言えなかったりするので、顔に見ると的確なアドバイスができるじゃないかなと思っております。なのでねどんどんね皆さんに会いたいと思ってます。はい、で今ちょうど LINE だったりとかメルマガの方でね、お知らせしてますので、もし興味がある方は、はい、そちらの方をチェックしてみてください。はい、ではまたどん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 綺麗なね綺麗になるための、ね、美容法であったりメイク方法っていうのをどんどん出していきたいと思いますので、皆さん一緒に頑張って綺麗になっていきましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。